皆さんこんにちは。こんにちは。どうも皆さんこんにちは。むずいわ、ね。おはようございます。一回録画されてない状態で喋っちゃったけど。録画されてない状態で、ものすごいハイテンションで。天然だね、本当に。そうね。今日はね、はい、あの、珍しく僕がね、お、うん、持ってきましたよ、企画。おーっと。あら、はいはいはい、はい。何してんのですね。はい。止まってんねん。止まっとんねん。仕切りが、仕切りが。題して、NG ワードゲームやっていこうじゃないか。あえ、いや、俺なんかみんなね、遅延してるのよ、ちょっと今。いやいや、影が遅延してるよ。影山くんが遅延してますね。ごめんなさい。もう一回行こう。でね、NG ワード動画をね、NG ワードゲームをやっていこうじゃないかと。簡単にルール説明をしますと、はい、お願いします。長い期間でもないか、このね、自信。ボケ仕切りがこうなってるんだもん。リモートボケなの？これで止まってるから。いやうん、で、ね、何について話すかと言いますと、7人のリモート動画、今までのやつ。下手くな発表の仕方。撮ってきたじゃないね。いろいろね。今までさ、間違った統治法の使い方でいいと思いますよ。早速じゃあ、港からね、順番に。うん、順番にっていうか、うん、まず港から。NG ワード。わかりました。ちょっと僕はですね、あなたの、はいはい、よく頑張りました。なので、はい。あなた、伏せてください。はい。はい、ナラトの NG ワードね。そうです。なんでしょう。はい。じゃん。おー。おー。ああ。マジ言ってるイメージあるね、これ。うん、ちょこちょこ言ってないこれ。言われるよね。毎回言ってたりするよね。うん、毎回言ってる。言ってないよ、それ。うん、いや、言うぜ言うぜ。なんでわかんない。はい、いいね。あなた大丈夫だよ。いいよ、あなたいいよ。じゃあ次。次はあなたが言うってことか。あなたが。うん。はい。はい、じゃあ椿君捨ててください。おい。はい。それは。いきます。いや言わねえだろ。いけなくもないんじゃない。なるほどね。あ、まあ確かに確かに。いいと思う、いいと思う。俺ら次第でのバルな。そうだね。試されてない。そういうパターンのもね。いいね、いいね。イメージはあるよ、確かに。いいよ、つばき。確かに、そうだね。はいはいはい。なんだなんだ。はい、わかったみたいな顔してるな。私、あの、今朝もね、動画を見て、下調べはバッチリでございます。おい、誰だ横原さんですか？あ、横原さん、横原さんね。はい、お顔お下げください。これはね、すぐ言うよ。見た見た。お願いしますね。そんなでねん。あすぐ言う。もう、すぐ言うから、これは。いや、わからんわからん。テーマに沿ってなくても言ってるもんね。そうそう、毎日、毎日言ってるもんね、これ。毎日ずっと言ってるから。今も言いかけてるからね。よかった、オッケー。オッケー、ポピー。みんなのリアクション怖っ。じゃあ、次は横原かな？え、ポピーですね。はいはい。俺はモッティの NG。はいはい。おっ、カモン、カモン。元井くんのね。カモン。これは言ってるイメージないかもしれないけど。はいはい。これですね、モッティの NG ワード。なるほど。あれはね、すぐ、すぐ言うもんね、それ。これモッティというよりかも、まあ。まあまあ、人間がこう、生きていく上で。必要な言葉だからね。言うことですから。使うでしょ。オッケー。はい。いけますよ。次、元にお願いします。いけました。はい。じゃあ、この影山くんの NG ワード。影山くんですね。はい、どうぞ。いきますね。私が選んだ NG ワードはこれです。ドン。はいはいはい。はい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 。なるほどね。これはもう、ユフでしょ。もうだって、息を吐くように言ってるよね、これはね。もう勝ったよね、これはね。普及してるかのように言ってるから。そうそう。本当の人柄が出てますよね。すごい。皆さんも。人の良さがゆえにね、出ちゃうよ。そうそうそう。いいんじゃないですか、あげてください。いいですね。はいはい。
次は、あ、俺か。次だ、そうそうそう。うん、俺は、リーダーじゃあ、タイガー、防いでください。あ、俺か。じゃあ、俺がタイガーに用意した NG ワードはこちらになります。カムチャヤーよ。おー。おー。みんなのメモっとかないと、これ。覚えられないから。いや、そうなの。俺も今メモってる。なんだろう。これ言ってるイメージあるわ。これ言ってる。言ってるイメージある。何も言葉出てきた。なんだな。はい、OK。はい、次はタイガちゃんが指定した NG ワード。誰だ、うん、みんなか。あ、俺か。あ、そうか。してます。お、これです。ブン。おー。言ってる言ってる言ってる。怖ない。いや、これね、結構言うね。なんかその言ってる時の顔もなんか思いつくもんね。いや、なんかすげえ嫌だわ。これはいい。顔真似すんな。顔真似すんなよ。まだ楽しむな、そっちで。そっちで楽しむな。いいよ。ありがとう。これ、じゃあ、時間制限決めます？そうですね。そうだね。うん、5分ぐらいでいいんじゃない？じゃあ、5分ぐらいにしときますか。5分ね。うん。一回やってみよう。はい。5分ぐらいで。5分で喋れんのか？ 7 人のリモート動画について今まで撮ったじゃないですか。はいはい、はい。あの、もうみんな高くなりすぎに、はい、なりすぎずに、あの、普通に喋りましょう。もう始まってる？うん。いや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 、いきますよ。じゃあ、よーいスタート。はい、はいはいはい、たくさん取ってきたもんな俺ら。何人だそうよ、うん、確かに、うん、そうだ、めちゃくちゃ取ってきた。もう結構さ、ね、この動画撮ってる中でさ、うん、俺と新たのさ、うん、船かみたいな、はい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 、なってきてるじゃない、まあ、はい、うん、だからこうちょっと今日みんなに報告があるのよ。何でしょう。あの先日、はいはい、あの俺と新た2人で電話しました。これ大事そうじゃないですか。いやいやいや、本当なのに。俺からかけて。この間の TV で話すように。違う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 。あの、本当に。マジで本当に、どういうことを話すんですか。もしくは説教だわけでしょ。その、あなたが名前すぎるみたいな。違う違う違う。本当に。あなた、大丈夫だぞ。自分で守ってるからな。どんな内容だったの。新たに、まず、ためになるお話をしたのよ。はいはい、お仕事の話じゃなく、まあ、どっちかというと人間的な。話じゃないんだ。どういうこと。そういう、ね、うんうんうん、話をしたのよ、大事な。そうそうそう。ね、しましたね。だから、こう、船かをね。本当なんだ。本当よ。それは、新たから相談がありますって来たんですか。まあ、新たが発した言葉を。いや、なんか、なんか一方的になんか。やばいやばいやば。怖い感じになってるわ。なるほど、ね。どうだったのそれで。新たそれ聞いてどう思ったの。なんか、うん、すごい勉強になった。いや、言わされてんな。思ってるじゃん。言わされてんな、ほんとに。言わされてるよ、言わされてるよ。響いてないじゃないですか。電話しましたって話を。真面目な、真面目なやつ。いや、俺、あの、これ7人のっていうか、はいはい、個人のやつになっちゃうけど、つばきくんのさ、あの、筋トレのやつ、やっぱ、好きで見ちゃうよね、うん、あれ、やっぱ。いや、あれ、すごかったな。やばくない？すごくない？筋肉がなんかもう。すごいよね、ありがとう。あれ、何？え、どこを重点的に鍛えてるとかあんの、ね、あれは。うん、そうそうそう。え、今欲しいのは腹筋よ。ああ、腹筋なんだ。腹筋を割りたいんだ。そうそうそう。腹筋のイメージないでしょ。あんまないよな。そう、腹筋よりなんか胸筋のイメージがすごいかなと思って。はいー、なに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 、もうこれは笑いが新たに出しておいてね、これはね。スラッキーはアウト。これスラッキーの NG ワードこれですね。アウト。まんまとやられたわ。エゴピーがうまかったわ、すごい。笑っちゃったわ、本当ね。ちなみに、もうこれはもう行くしかないと思って。本当に。もう行くしかないよ。タイムですが、はい、はいはい。あの、3分半でした。おぉ意外と早めに決着ついたけどね。まあまあまあ。なるほど。やられた。言わせに行ったけどな。完全に。もうね。ね。あとシュート打つだけだったもんね。綺麗なスルーパス通ったから。完全にみんながマジで、胸筋の話聞きたそうな目してたから。みんな、なんか、ちょっと。NG ワードの方じゃなくて、その筋肉をみんながなんか、
褒めてくれてる感じ嬉しくて、普通に胸筋の話しよっかな。純粋、いやいや、純粋に聞かんて、つばくんの筋肉の話。やられたわ。いいね、いいね。おもろいわ、これ。悔しい。楽しいね。そうね。だから今回はつばくんの負けってことね。負け。負けでございます。いや、でも、面白かったね、これ。いや、楽しいわ。いいわ、いいわ。つばくんのファインプレー。楽しい。うん。もう完全に言わせたけどな、あれは。あれはもう、狙いに行ったね。マジ、みんなのことも俺信用できないよ。いやいや、いいことよ。あんなに目輝かしてたじゃん、俺の筋肉に。興味ないよ、別に、ツワ君の筋肉に。興味ないわ、ひどいよ。ガンガン話そうとして。はい、ダメって、はい、アウトって言われてるのに、なんかもう、嬉しさのあまりずっと話してましたよね、ちょっと。確かに。気づかなかった、ダメって。俺じゃないと、俺らは言ったことでなんか盛り上がってたのに、なんかツワ君はなんか、自分の話で盛り上がってくれてるみたいな顔だ。違う。やめてやめて。盛り上がらんと筋肉の話でこっち。もうメンタルやばいって。いいね、これ。面白いわ。いや、そう、面白かったっすね。面白かったです。今回はね、今回はちょっと、まあ、時間制限5分、まあ3分半で出てしまいましたけども、はい。まあなんか、椿くんだけで終わっちゃったっていうのも、まあそれはそれでいいと思いますけども、今後また機会があったらそのね、なんかこんな感じのやつやっていきたいですね、ちょっと。足りないよ。まあ楽しかったです。はい。なんかその小学生の感想みたいな。言われてるよ。よくある。助けてやれよ。この辺で締めます。締めますか。うん。締めますか。楽しかったです。楽しかった。ありがとうみんな。ふう。じゃあまた皆さん、バイバーイ。お会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。じゃあねー。ック払いで締めんな。俺はない。締めますな。言ってねえわ、それ。